フェルムキの両生類、エリオプスの腰帯腰帯は、脊椎動物の後足の基部となる、死体である。甲子体、下肢体骨盤体とも呼ばれる。腰帯は、基本的に以下の三種の骨から形成される。これらは全てない骨格性骨格である。この三者が融合したものを肝骨と呼ぶこともあり、骨盤と同じものと考えておおよそ間違いはない。肩体は、 その構成する骨の多様性が大きく、群によってかなり異なることが多いのに対し、腰帯は、その進化上の始まりから、どの動物群においても、この3種の骨で形成されていることにほとんど変化がない。肩体のような構成骨数の増減も稀で、地中生活、水中生活などに対応して、腰帯自体が退化している動物を除くと、ほぼすべての動物に、 この三種の骨が揃っている。ただし一部の動物で、恥骨の前方に全恥骨と呼ばれる骨要素が現れることがある。腸骨は腰帯の背部を占める要素であり、恥骨は腰帯の腹側前方、座骨は腰帯の腹側後方を占め、三者の交点に肝骨薄が位置するのが通常である。腸骨は線部肋骨を介して、椎骨と結合する。 大腿骨から関節下を経て腰帯に伝えられた荷重は腸骨、椎骨間の結合によって体幹に伝わる。腰帯の腹側では左右の恥骨、座骨が結合して全体として腰帯は感情になっていることが多い。感情になっている場合、消化系、泌尿生殖系はこの間を通って後方に開口する。哺乳類の陰形のように かなり前方に開口しているように見える場合でも、実際の尿管、生殖管は、後方の骨盤開口部から前方に大きく、迂回している。同じ死体である肩体に比して、腰帯の進化は遅かった。しかし、獅子動物において、一旦基本構成が確立すると、骨盤全体の形状としての変異は大きいものの、その後の変化は、肩体と比べて少ない。肩体と異なり、 腰帯は、魚類段階ではほとんど発達していない。基本的には、腹器の基部となる体をなす小骨であり、原生の軟骨魚類では、左右が融合して単一骨になっている。腰帯が左右の細長い小骨からなるという状態は、そうヒレ類においても変化はなかった。エウステノプテロンなどでは、現在の自由子を構成する骨と、相当な骨が、胸びれ、腹ともにその中に、 すでに確認でき、肩体もその後の獅子動物の肩体の構成骨と対応する骨を見て取れるが、腰帯は未だただの小骨でしかない。魚類段階ではただ腹びれの支持規部であればよかった。腰帯であるが、両生類として獅子を持ち陸上に進出するにあたって、獅子から伝わる荷重を体幹に伝達して、体重を支える役目を負うことになった。 引き返るの腰帯1、腸骨2、軟骨性の恥骨3、座骨4、尾骨5、大腿骨そのため、腰帯は、世俗に突起を伸ばし、椎骨の一つとあばら骨を介して結合した。これ以降この腸骨と結合した椎骨を潜椎と呼び、その後方の椎骨が、惜しい、その前方が、胸同士となる。いわば腰帯の形成によって初めて音、胴体、が区別されたのである。 おそらくこれと、ほぼ同時に1個だった腰帯の構成骨が3個になったと思われる。最古の死種動物の一つと目される、育地をオステガの段階でも、すでに死種動物として完成した腰帯を見ることができる。この時完成した腰帯の基本型は、横から見ると三角形を成しており、背部を腸骨が、全下方をち骨が、五下方を座骨が占めている。これは後に、 爬虫類となってもその基本型はだいたい同じだった。しかしながら、原生両生類の腰帯はその基本型から離れており、特にムビ目の腰帯はかなり特殊化を遂げている。ムビ目は、腸薬に適応し、脊柱が短くなっており、その代わりに、腸骨は前後に長く伸長し、前端で潜水と、後端でチコツ、恥骨、座骨と融合する。腸骨の後端、恥骨、 座骨で形成される、広骨ネウス部分は左右に扁平な円盤をなしている。原生のムビメ、ユービメともに、恥骨は軟骨であり骨化しない。原始的な爬虫類の腰帯は前述の通り、両生類のものと大きく変わらない。しかしその後、腸骨が広くなって、筋肉の付着面を増やすとともに、腸骨と結合する潜水の数が2個以上に増加している。またその後、 地骨と座骨の間に間劇が形成され、先端部で地骨と座骨が分離することが多くなる。恐竜類などでは肝骨薄の底に穴が開き、左右が貫通している。さらに腸骨が前後に、さらに伸長し、脊椎との接合面と後足を動かす強大な筋肉の付着面の増加に役立っている。一方、単弓類の獣弓類では、地骨、 座骨部にあった体師の筋肉を支配する神経が通る穴である閉鎖管隅が拡大し、地骨と座骨の間に窓を形成し始めている。これは哺乳類における閉鎖口と騒動の穴だと考えられている。恐竜と同じく主流類である翼竜類は他の爬虫類にはない全地骨を持つことで特筆される。翼竜の全地骨は形状は種によって様々だが、 くちばしくちりゅうあのぜんちこは、細長いかんで、つばさゆびりゅうあのぜんちこは、扇のように先端が広がったものを持っている。その役割は、よくわかっていないが、ふっの保持に役立っていたのではないかと、考えられている。ごいさぎの腰帯1、び骨2、座骨3、こつに、ざこつさん、ちこつおしいご、だいたいこの腰帯はその祖先である、じ脚類の特徴を受け継いでおり、 肝骨薄が貫通している。腸骨は、重脚類よりもさらに前後に伸長し、腸骨、地骨、座骨の方向線もほとんど確認できないほど、核要素は融合している。左右の地骨と座骨は、打腸の地骨先端とレアの座骨先端以外の全ての、原生鳥類で大きく離れており、他の動物のように腰帯が肝を形成してはいない。これは、 比較的大型でかつ卵角が石灰質で柔らかく、内腸類の卵の産卵のためだと一般的には考えられている。腰帯の腹側の結合はなくなったが、伸長した腸骨が多くの椎骨と融合することで全体的な強度は低下していない。腸骨と結合する潜椎は20個を超える場合があり、脊椎動物の中でも最多である。 左から見た人の腰帯単優類,類から哺乳類に進化する、あたって元来世俗にあった腸骨が前方に伸び、地骨は下方に、座骨は後方に移動し、全体として前後に細長くなった。通常、地骨と座骨は一旦前後に分かれた後、先端部で再度結合する。それにより、地骨と座骨の間に開口している穴は閉鎖口と呼ばれる。 左右の腰帯要素の複側の結合は、地骨で行われ、これを地骨結合と呼ぶ。骨盤開口部は、体勢という生殖様式に応じて、メスの方が大きくなっていることがある。単項類という体類には、全地骨が存在する。他に、この全地骨を持つのは、前述の翼竜類,類だが、哺乳類の先祖の有弓類にも、翼竜の先祖の主流類にも、 この骨は存在しないことから、お互い独立に獲得したものと考えられる。その機能が明確でないことは、抑流類と同様だが、哺乳類が持つ全知骨は、体行や育児脳の保持に役立っているのではないかとも、推測されているため、袋骨と呼ばれることがある。ただし、この袋骨は、メスだけでなく、育児脳を持たないオスも持つので、 その名称から誤解しないように注意が必要である。哺乳類の特徴である前後に伸びた腸骨は、人においては二次的に再度短縮しており、内臓を下から保持するバスケットに例えられる形状に変化している。これは、直立二足歩行に関連して適応したものと考えられており、大腿骨の形状と合わせて人類の祖先化石が発見された際に、 直立二足歩行できたかどうかを判断する指標にもなっている。ありがとうございます。